楽しい喧嘩だったじゃないか。中がどうなってるのか、まあ、ついてのお楽しみかな。アダル君、な
そこへ行くんだ。
何かあるぞ。譲ってやる。
なんだ。何かあるぞ。何かあるぞ。何かあるぞ。
何かあるぞ。怪人ども、おのれ、ベルガー監獄長、ずいぶんやつれてるみたいだけどそのざまじゃいつもの迫力も半減だな。笑いたくも笑い、こうしてシャトラールにたばかられたのは俺自身の不始末。男ベルガー、言い訳はせん。相変わらず潔い方ですね。まあ守備隊の部下たちに信頼されてるだけはあるのかな。貴様らのような不届き者に褒められても嬉しくないわ。己シャトラールめ、このように生き恥をさらすくらいならいっそのこと自ら命を絶つべきか。だがそれでは監獄長の職を与えてくださった陛下に報いることが。陛下？ロムン帝国の皇帝とやらのことだろう。グリアを攻め滅ぼしたのもそのジジイのご意志ってわけだ。ジジイ？確か少し前に若い人に代替わりしたみたいだけどね。どうでもいい話だぜ。こら、貴様らごときがあのお方のことを研究するな。アドルさん、監獄長さんをここから出してあげませんか。な監獄長の役割は監獄の管理と町の治安維持だ。確かに機能してくれた方が騎士団への牽制にはなるかな。うん、町のことも心配だし。断る！え？貴様ら怪人の力を借りてここから出るなど人生の汚点だ。監獄長が牢に入れられてる方が汚点だと思うけど、バルドゥークを守るのもあなたたちの立派な仕事でしょ。大体ロムンの総督府だって騎士団が占拠しちまってるぜ。何？それは本当か？陛下がこれを知ったらどう思うでしょうか。おい赤の王、すぐにここから出してくれ。それは俺のセリフだ。貴様らの手を借りねばならんとはこのベルガー一生の不覚。
何かあるぞ。何かあるぞ。
だ。君たちはひょっとして噂の怪人たちかい？どちら様でしょう。助かったよ。無理やり騎士団に監獄へ連れてこられてさ。ひょっとして騎士団に捕まった方でしょうか。まあそんなところかな。命からがらなんとか逃げ出してきたけど、奥にはまだ捕まってる人たちがいるみたいなんだ。もしかしてお姉ちゃんたちもきっとそこに。その怪人にこんなことを頼めるかは、できることなら彼らを助けてやってくれないかい。あ、本当かい。よかった。怪人といっても意外にいい人たちなんだ。それじゃあ待ってる人もいるし、僕は外へ向かうとするよ。はい、そのお気をつけて。ひどいことを考えるよな。お姉ちゃん、お姉ちゃんはどこ？先走んじゃねえよチビ猫。ごめんなさい。
あ、なんだあれ。
おい、宝箱だぜ。君たちに約束したことを覚えているか。私が口で説明するより見てもらった方が早いだろうと。そして今、時は満ちた。約束した通り、真実をお見せしようではないか。ふん、能書きはいい。さっさと聞かせてみろよ。慌てるな、クレドよ。物事には順番というものがある。まずアドル君、錬金術という言葉はご存知かな。ああ、そう。かつて君がサンドリアでも触れた古の技術だ。錬金術って、もしかして千尋君知ってるの？百年戦争前後のグリアで盛んだったとされる学問さ。何の変哲もない物質をあらゆる手段で黄金に変える研究だったらしい。黄金だと？おいおい、随分うさん。でもその研究は
科学や薬学をはじめ、その後前につばものだったとされ歴史の闇に埋もれていったけど、ふむ、それだけでは50点だ。え、まず錬金術が目指したのは金属や物質の錬成だけではない。人の肉体や魂をも対象として、それらを完全に再現する技術を指す。ああ、人の肉体や魂まで。そして当時、一人の学者がその技術を完成させていたんだ。そんなもしかしてこの施設って。ご名答、ここは錬金術によってホムンクルスを作る施設だ。え、嘘よね。ですがもう一人のアドルさんに関してはそれで説明がつくかもしれません。あのアドルは錬金術とやらで作り上げたってことか。ふう、またしても50点だ。あ、なんだと。あそこにいるのが正真正銘不正室の冒険家であるアドル君だ。そして彼をもとに錬成されたのが君だよ、赤の王。最初からさ、この監獄から脱獄して怪人となったのが君だった。もしも今の話が本当だったとして、それがどうかしたんですか。確かに錬金術とアドルさんのことは驚きました。でも赤の王さんが私たちの仲間ってことに変わりはありません。そんな話で私たちを揺さぶろうとしたって。キリシャちゃん、言っただろう、物事には順番があるとね。この話には続きがある。むしろこちらが本題と言うべきか。今に伝わる銅像や肖像画より忠実に描かれたものだそうだよ。周囲の人物は百年戦争時代に聖女の下で活躍した英雄たち。そう、君たち4人は彼らのホムンクルスなのだ。私たちが？でも100年戦争って500年以上前のことだけど。
この監獄がいつからあると思っているのだね。そんな。だから俺たちは孤児や養子だったりするわけか。それじゃあアプリリスさんはやっぱり聖女のホムンクルスってことだな。100点ご名答だ。アプリリスさん。人形よ、君は根源でありアドル君と並び特別な存在だそうだ。だがまあそれについては今は置いておこう。根源。以前にも話した通り、この地を我らの手に取り戻すことだ。さまざまな分野で卓越した知見や類いまれなる才能を持つ人材たち。錬金術の力があれば彼らを複製して操ることが可能となる。私は彼らの力でグリアに強固な軍隊と政治体制をもたらす。ロムンの支配を脱し、この地を豊かにし、誰も悲しまなくて済む国を実現するのだ。もしかしてそのために監獄に人を集めてきたってこと？どうやらそうみてえだな。でもそんなやり方で本当にいいんでしょうか？もちろん私たち自身もできる限りの努力をしてきた。だがそれでは8年前のロムンとの戦争と同じなのだ。パークスさんの話にあった、たとえ人の道を踏み外したとしても同じ過ちを繰り返すわけにいかない。だからこそ手に入れるのだ、理想を実現するために必要な力。怪人たちよ、君たちにもぜひ力を貸してもらいたい。かつてのバルドゥーク解放者が旗頭となれば士気も上がることだろう。大切な人を失った気持ちは同じグリア人だからわかるわ。でも戦争があったのは悲しいけど、もう時代は先へ進んでるんです。ロムンの人たちだって悪い人たちばかりじゃありません。まあ、今のバルドゥークに合ったやり方がありそうな気はするよね。私も両親を亡くしたけど少しずつそう思えるようになったわ。力の行使は否定しねえ。だがシャトラール、てめえの話はワクワクしねえな。少なくともてめえと組むよりやり合う方がはるかに楽しそうだぜ。君たちの考えは分かった。君たちとなら共有できると思っていただけに。ちなみにアドル君、いや赤の王はどうかね？なるほど、複製であっても君は冒険家なのだな。ならば君たちはもはや私の障害ということになる。障害は消去して私に従順な英雄として再練成させてもらおう。そんなことが可能なのですか？言ったはずだ、魂すら練成の対象とするのは錬金術。幸い材料はここにあるからね。あんたもタガが外れちまった一人ってわけだ。いいね、やっぱこっちが断然ワクワクするね。消去って、私たちの今までがなくなるってことですか？そんなことおとなしく認めるわけ。よく言ったわキリシャちゃん、いきなりホムンクルスとか消去とか勝手なことばかり。私は今までの自分も、そしてこれからの自分も絶対諦めてなんてやらないんだから覚悟しなさいよ。
健康な体に変えてくれるなら再練成とやらは大歓迎だけど、結局ただ死ねってことだよね。ただでさえ短い人生なのに、そりゃあないよね。あなたの主張に正当性を見出すことはできません。この先自分が何者か知るためにも全力で抵抗させていただきます。ならば来い、バルドゥークの怪人たち、帝国騎士団団長シャトラールが全力で相手を務めよう。Thank you.
ここまでやってようやくか。なるほど、成長したものだ。さすがは赤毛のアドルと百年戦争の英雄たち、大した力だ。だが私は諦めんよ。諦めるわけにいかんのだ。まだ立てるの？クレドさん以上のしぶとさです。グリアを我らの手に。それがあの戦争で散っていった友達への、非業の最後を遂げた者たちへの、せめてもの手向け。シャトラールさんの体が。バカな、私も、この私もホムンクルスだというのか。どういうことだ。あの男やってくれたな。あの男。そうか、あの時私も皆と共に死んでいたのだな。ちょっと待って、まだ聞きたいことが。ようやく会えるな。面白くもない。一応見届けに来たが、予想通りの結末だったか。ベスタさん。まあいい、すでに研究は完成しつつある。シャトラールは十分役に立ったと言ってやってもいいだろう。おい、急に現れて何を一人でだべってやがる。貴様、誰に向かって口を聞いている。赤の王、こうして話をするのは初めてか。僕の名前はゾラ。お前たちホムンクルスを作った始まりの錬金術師だ。錬金術師。この監獄の施設も貴様らも、全て長年にわたる僕の研究成果だ。そしてシャトラールやスミノフに錬金術の手ほどきをしたのもな。そんな、ベスタさんが。ああ、この姿は数あるうちの一つに過ぎない。僕は昔から慎重な性格でな。今まで町で出会ってきた。本当の姿はもう500年以上誰にも見せていないのだが、今日は気分がいい。とても晴れやかな気分だ。アドルと赤の王のおかげで最後の研究が完成に近づいたからね。男の子。最後の研究だって。アネモナ、最後の研究を形にするため君という存在が必要だったんだ。まさか、アネモナちゃん。お父様。だって聞いていたのと年齢が。不気味な野郎だ。ほう、記憶が戻ったのか。久しぶりだな、アネモナ。もっとも、僕はいつも君たちのことを見てきたが、
じゃあこの人がアネモナちゃんに命を与えた。やれやれ、錬金術師なら何でもありってことかよ。500年前からの悲願とも言うべき研究だ。じきにお前たちがグリムワールドで戦う必要はなくなるだろう。それって呪いを解いてくれるってこと。呪い？ああ、なるほど。ロスビータはそう説明してたな。お前たちにはアプリリスと名乗っていたようだが、ひとまず赤の王よ、君には礼を言っておこう。ああ、君がいなければ研究は完成しなかっただろう。どういうことですか？まだやるべきことは多い。その日が近づいたら僕から連絡しようじゃないか。今日はこれくらいで失礼させてもらうとするよ。待ってください、お父様。それでは赤の王よ、さようなら。消えてしまい…わけわからねえことを勝手にベラベラと。シャトラールのやつもあっけなくくたばりやがって。クレド君、僕たちが錬金術で作られた英雄たちのホムンクルス、なんて言ったらいいか、とても複雑な気持ちです。でも、もうグリムワールドで戦わなくていいって本当なの？あの言葉だけじゃ喜んでいいかどうか。アネモナさんは最後の研究とやらに心当たりないの？すみません、もう少しで思い出せそうなのですが。すみません、考えがうまくまとめられ、これが確かに、あれはどうしたらいいのかな。このままにするしかないでしょう。どう扱っていいか私たちじゃ分かりませんし。そうだ、もしかして父さんなら。そういや、シャトラールの片棒を担いでたはずだろう。どこへ行っちまったんだ？この周辺にはいないようですね。仕方がないわね。アドル君、やっぱり一旦ダンデリオンに戻りましょう。謎が増えてしまいましたね。フェリックス君たちを助けられたのは良かったけど、僕たちが英雄のホムンクルス。
っちょ前に悩んでやがる。思い出せてよかったじゃねえか。でもびっくりしましたね。はい、早く思い出していればもう少し皆さんのお役に。これは以前と同じ症状。どうしてこんな時に。大丈夫？前より苦しそうだけど。おい、この光は。間違いありません。先ほどシャトラール団長が消えた時と同じ光。まさか。そんなどうして急に。いや、アドルさん。こんなのって。赤の王を早くこちらへ。アプリルさん。どういうことなの。どうやら幻覚じゃねえみてえだな。それにどうして父さんが。急ぎなさい。一刻を争う状況だ。奥にある部屋へ赤の王の体を運び込むんだ。それから君たちに用意してほしいものがある。この部屋は。アプリリスさんがたくさん。さすがにここはゾラが初めてホムンクルスを作るのに成功した場所だ。あ、そういやてめえも。ゾラはもともと私を聖女ロスビータを蘇らせるために錬金術の道に足を踏み入れた。いろいろと疑問は多かろう。だが今は一刻も早く。助けられるんですか。だいたいこいつは急にどうしちまった。もともとホムンクルスは赤子の姿で錬成されるのだ。だから君たちにもきちんと幼少時代があるだろう。おかげでいろいろな目にあったけど。ところが彼は試験体として本物と寸分たがわぬ聖人の姿で錬成された。その影響でホムンクルスとしてはとても不安定なのだ。このまま放っておけば赤の王は消滅してしまう。あのシャトラールと同じようにな。じゃあ一体どうして。今から新たな体を錬成するにはあまりに時間がない。だが一つだけ方法がある。確かに初めましてだけど、初めて会った気はしないな。ずっとどこかでつながっている感じがしてたからね。君も気づいていたんじゃないか。君の人生はとても興味深い。過酷で危険でとても平穏とは言えない人生だ。どうして君は旅を、冒険家を続けるんだい。
そうだったな。僕もよく知っている。火を灯さなければ消えることはない。何も決めなければ傷つくこともない。でも君は命が燃え尽きるその時までこうして旅を続けるだろう。挑み、傷つきつつも夢を叶え、希望という明かりで周囲を照らしながら。ああ、考えただけでもワクワクしてくるな。君に頼みがあるんだ。できれば一緒に行きたかったけど、この体はどうやら限界みたいだ。でもここで終わるわけにはいかない。冒険はまだ続いているからね。だから僕の魂と力を一緒に連れて行ってくれないか、アドル・クリスティン。目が覚めたか。大丈夫か。まだ意識。ここは監獄内にあるゾラの錬金研究所。居心地は良くないが、そなたの処置はここで行うほかなかった。それよりもアドル・クリスティン、そなたと話すのは初めてになるか。ああ、どうやら自分に何が起きたか分かっているようだな。さすがは赤毛のアドルといったところか。スミノフ殿。冒険家アドル・クリスティンとそのホムンクルスである赤の王、今の君には二人の魂が両方とも宿っているはずだ。まあ、もともとは一人の人物だから一人に戻ったと言うべきか。赤の王の力と意識を受け継いでいるのは実感できるか。そんなことが。面世時における魂と魂の対話か。それは興味深いな。スミノフ殿はゾラの助手だが、ゆえあって今は協力してくれている。彼が君たち二人の魂を一つに錬成してくれたのだ。すまないが、赤の王を救うにはこれしかなかったのだ。いや、てっきり責められると思ったが、君も不思議な若者だな。どうやら彼は問題なさそうだ。うむ、そうだな。うむ、皆が揃ってから説明しようと思って。どうやらちょうどよかったようだ。アドルさん。アドル君。よかった、成功したんだ。ふん。はじめましてですね。そっか、本当のアドルさんには初めて会ったことになるんですね。へえ、本当に父さんがそんなことできるなんて。まあ、家での成果ってとこだな。いずれきちんと話を聞かせてもらいたいね。とにかくアドル君とはいつも通りでいいってことでしょ。よかったです。ええ、
安心いたしました。で、話ってのは一体何なんだ？ああ、まず本題に入る前に話しておくべきことがある。他ならぬ、私たちホムンクルスを作り出したゾラのことだ。奴はそもそも何者だ？あんたの知り合いのようだが。あの人は、いや、錬金術師ゾラは彼は百年戦争でロスビータ様の副官を務めた青年貴族でした。羽もな？記憶が戻ったの？ええ、この部屋を見た時から少しずつですが。副官ってことは昔から知り合いだったんだ。そういや、例の絵にも聖女の横に男が描かれてたな。今はガキのなりをしているが、もしかするとあれがそうなのか？ああ、あの戦争は神々の代理戦争でもあった。グリアは主神グリムニルの、ブリ隊はルキの加護を受けていた。だが人間たちの戦火はやがて神々の世界にも飛び火した。グリムニルとルキ、神々も二つの陣営に分かれて相争い、ついにはグリムニルがルキと差し違えたのだ。それってまさにノース教に伝わる神々の黄昏じゃないか？うむ、あの戦争がきっかけとなり、グリア土着の神々は滅く。でもそれじゃあグリムワールドは？神々がグリムワールドの魔物を浄化してたって話だよね。神々が去ってもグリムワールドは人々の感情から魔を生み続ける。人は自らが生み出す魔物を自分たちで処理する必要に迫られた。ところが百年戦争を通してグリアの人心は大いに荒廃し、そこから生み出される魔はもはや人の手に負えなくなっていた。どうなったの？そこに登場したのがゾラだ。彼は私の処刑を軍を辞して故郷に戻っていたが、やがて取り憑かれたようにあるものの研究に没頭し始めた。あ、それが錬金術ってことね。でもどうして急に？わかんねえのかよ。お父様は上官として、そして女性として慕ったロスビータ様を蘇らせたかった。そのために領土と財産を投げ打って錬金術の研究に心血を注いだのです。よく寝食を忘れて研究室に閉じこもっておられました。そうして生まれたのが。ああ、この私というわけだ。そんな悲しい理由があったんですね。そしてゾラは錬金術師として再び公式の場に姿を現した。グリムワールドに苦悩するグリア王家にある提案を行うために。夜に対抗するには武と地に秀でたものが常に必要とされる。何せ神々の代わりを果たすのだからな。そこでゾラはホムンクルスの戦士を作り出すことを提案したのだ。万策尽きかけていたグリア王家はこれに飛びついた。
そういうことだったか。知っての通り、ホムンクルスを作るには材料となる人材が必要だ。王家が候補を募ると、ある者たちがこれに応じてきた。そう、私と共に百年戦争を戦った領友とも言うべき存在。そなたたち、すなわち研究棟に保管されている英雄たちだ。かくして彼らのホムンクルスが密かに魔を借り、そして数百年を経て今に至るというわけですね。ああ、戦士が傷つき倒れれば、次の新たな戦士が作られた。ゾラも自身のホムンクルスを作り、魂を移し替えながら研究を続けた。そして戦士の異能を発現させ、この地に縛り付ける仕組みを実現した。それが私たちの呪い。そうだったんですね。でもどうして僕らを普通の家庭や孤児院に預けたの？僕たち以前のホムンクルスもそうやって育てたってこと？いや、昔は私とゾラがホムンクルスたちを育てていた。しかし15年ほど前にゾラが忽然と姿を消したのだ。ちょうど前任の戦士たちが力尽き、そなたたちは戦うにはまだ幼すぎた。そのため私はグリムワルドに一人で立ち向かうことにした。申し訳ないが、そなたらを町の者に預けるしかなかったのだ。そうだったんだ。たった一人で。その結局ゾラさんは今当時研究を続ける中で新たな発見をしたと言い残している。彼の言う最後の研究、今もどこかで進めているはずだ。もう一つわからねえことがある。聖女はブリ大軍に騙され、火炙りにされて死んだはずだ。あんた、一体どうやって作られた？確かに、僕たちは本人の体が残っているけど。お父様が錬成できるのは物質や肉体だけではありません。人の魂ですら錬成することが可能なのです。そういえばそんなこと言ってたけど。彼の研究によって最初に錬成された魂が、そして私をロスビータの遺品である人形に定着させました。それは、ええ、思い出した時は私もさすがに驚きました。でもそれには理由があったのです。私を見守り続けた人形に魂を与え、私に関する情報を得るためだ。そしてその魂から得た情報と一房の遺髪から私が錬成された。記憶から存在を再現できるってことか。それって人に許された領域をもう超えてるんじゃ。私たちやアプリリスさんが作られた経緯は。でもそれじゃあアドルさんは。ゾラの言う最後の研究に関係してるみたいだけど。それは私にもわからない。だがアドルの冒険家としての豊富な見識を欲しているとすると、まさか。
これまで監獄で見た未知の魔物たちや古代種の存在。もしかすると、アドルさんが過去の冒険で出会ったものでは。マジかよ。そんな予感はしていたが、やはりそうであったか。大丈夫でしょうか。あ？このままズラさんを私も本意を問いただしたいが、彼の居場所は用としてし、それに今この時期にはもう一つ大処間もなくバルドゥークは百年戦争の戦勝記念祭を迎える。それってロスビータが皆さんがバルドゥークを奪還した日を祝うお祭りですね。実感ねえな。そりゃね、もうそんな時期か。でも記念祭がどうかしたの？時を経てなおも百年戦争がこの地に残した傷跡は深い。例年その日は最大級のグリムワルドの夜が顕現する。最大級マジかよ。戦勝記念日って確か。あまり時間はありませんね。ゾラのことも気にかかるが、今は夜への対応を優先したい。一旦そなたたちは町へ戻り、休養を取った方がよかろう。確かに心身ともに疲れ切ってるかな。正直まだ気持ちの整理もできてないしね。私はこれから夜やゾラの動向を調べに出かけ、もし分かったことがあれば私から連絡を入れよう。それまでは皆しっかり体を休めておいてくれ。
てください。アドルさ、あれ、アドルさん、おはようございます。あ、私寝ちゃってました。すみません。でもよかったです。アドルさんが一人でどこか行ってしまう夢を見て、でも目が覚めたら目の前にいてくれて。そうですよね。アドルさんは呪いが解けたら街を出ていくつもりですよね。私も呪いを解くため頑張ってきたはずなのに、ゾラさんにもう戦う必要がなくなるって言われた時、私、呪いはアドルさんと会わせてくれた魔法みたいなものかもって。それが消えてしまうかもしれない。急にそんなこと考えちゃって。すみません。魔法なら切ればいいのに。今の声に出てました。そうです、アドルさん、私の頬を叩いてください。落ち着けます。こんな時に居眠りしたり、あんなこと言っちゃうなんて、私の気が緩んでる証拠です。気合を入れる時は頬を叩けってドギさんが言ってました。よろしくお願いします。してませんか。でもアドルさんらしいです。私やっぱり動揺してたのかもしれません。アドルさんが倒れて、お姉ちゃん自分がホムンクルスだと知ってまだ受け入れられなくて。だけどもう下は向きません。それがお父さんがやっと認めてくれた、アドルさんと出会って手に入れた私自身の強さだと思いますから。最後まで一緒に頑張りましょうね。要件を聞かせてもらおう。要件を聞かせてもらおう。ではな。何でも申し付けてくださいね。どうだ、自信作ですよ。他にも要件があればいい。何でもジラいつでもお待ちしてます。
アドル君、いらっしゃい。次、またいつでもどうぞ。あや、確認させてもらうぜ。さ、なかいいじゃねえか。かしこまりました。これ私に。ありがとう。かしこまりました。他にもどうかお気をつけて。使えそうだよ。他にも買ってきましょうか。どうしましょうか。かしこまりました。頼まれました。頼まれました。もういいんですか。またいつでも言ってください。はい、またいつでも言ってください。アドル君、うん、ゆっくり選んでね。次、また来てね。はい、お使いですね。かしこまりました。頼まれ。他にどうかお気をつけて。いらっしゃい。毎度あり。他にもまた来てね。ガンガン働きますよ。腕の見せ所ですね。任せてください。腕の見せ所ですね。
腕の見せ所ですね。お待ちしてます。そんなに警戒しなくてもいいわよ。今日は何も仕込んでないから。ねえ、例の宝石覚えてる？改めて鑑定したら紛れもなく100年戦争時代のものだって分かったの。お宝の隠し場所も確かめられたし、今日は前祝いよ。もう可愛い顔して釣れないんだから。いいじゃない、私と組んでもう一度あそこに潜り込みましょう。必ず侵入方法を見つけて残りの財宝を手に入れるわよ。あら、あなたに言われる筋合いはないと思うのだけど。いけないことと知りつつそれに惹かれずにはいられない。私たちは似た者同士。ねえアドル君、聞いてみたかったことがあるの。もう一人のあなたの存在を知った時ってどう思ったの？今の自分も偽物かもしれない、そう考えちゃったりしないのかしら。今自分は本物のアドルだって自信を持って言えるの？私はただお金のためだった盗賊稼業もそれだけじゃないって思えてきた。1ゴールドにもならないスリルを求めて楽しんできた私も間違いなくいるんだから。アドル君、私あなたに改めて興味が湧いてきちゃったかも。ねえねえ、今までどんな冒険をしてきたの？せっかく手に入れたすごい、だったら今回は私に譲ってちょうだいよ。あら、お大事にね。